今日の聖書の言葉をご紹介しますヨハネの福音書7章24節こんな言葉が書かれていますイエスキリストの教えです上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさい、えー、かなり以前のことなんですけどもあるお医者さんが女性の名前とその容姿、えー、つまり髪型とかファッションとの関係について 話していいるのを聞いたことがあります一昔前まではまあ多分20年30年前まではとそんなふうに、えー、このお石は言っていたと思いますが名前を聞いてその女性の大体どういった感じ雰囲気の人か分かったけど今は名前と姿、えー、結びつかない。なぜなぜら みんな同じような髪型をし服を着て同じようなものを身につけているからだそんなふうに言っていましたまあそういえばそんな感じもしないではありません、まあ、多様化が進んでいるとはいうものの、えー、個人のレベルではまだまだではないか、まあ、そんなふうにも感じたりします今日の聖書の言葉は「 確一化やイメージ重視の現代社会において大変大きな意味を持っていると思われます。人の上辺つまり姿形だけではその人を正確に理解することはできません。正しい人間理解はその人の考えや思い心を知ること理解することが大切だ。 そんな風に言えるのではないでしょうか。人は見かけによらないとはよく聞いたりしますけれども、悪い場合に使われることがどうも多いようです。しかし、積極的な意味で捉えるとするならば、他人の見方も変わってくるのではないでしょうか。良い人間関係を育てるためにも。 大切なものの見方の姿勢とそんなふうに言うことができると思います聖書の教えるまことの神様は人を上辺だけで判断される方ではありません神様は人の心を見られどんな状態かを知ってくださいます上辺だけ立派に繕っていてもですから仕方がないんですね心の清らかさを 神様が求めておらられるからです清い心を持つこととはまことの神様を知り信じることに始まりますそしてこの清い心こそが他人を友人を私たちの周りにいる人々を正しく見ることができる目を私たちに与えるそのように聖書は教えています。 上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさい。